刀水橋は、群馬県大田市琴町と埼玉県熊谷市目沼の間の利根川に架か,かる国道407号の橋である。川口から 164.5km の地点に架か,かり、長さ 809.6m、福音 15m。刀水は利根川の遺症である。古戸橋として1886年に開通した。 1922年4月と1943年に掛け替えを行い、現在の橋は1971年1月26日に完成した4台目。4車線のため、交通量も多く、大型車の通行が頻繁であり、東日本旅客鉄道熊谷駅と東武伊勢崎線の大田駅や東武小泉線の西小泉駅を結ぶ路線バスも走っている。 下流側には1989年完成の速道橋があり、歩行者、自転車はここを通行する。なおこの橋の近くに道路橋はなく、左岸の群馬県、大泉町や大田市市街地などと右岸の熊谷市の各地域を最短で結ぶにはほぼ必ず、元橋を通行するため、ボトルネック状態となっており、特に平日朝の通勤時間帯には両岸を往来する自動車で、 元橋周辺で渋滞が発生する。AB、平成27年度公共用水域及び地下水の水質測定結果第一小公共用水域の水質測定結果埼玉県 P82018 年7月22日閲覧古戸橋1886土木 学会附属土木図書館目沼大橋1922-4土木学会附属土木図書館 AB 棟、水橋1943土木学会附属土木図書館最も近くにある新庄部大橋は直線距離で約 6km 離れている。ありがとうございます。